河野太郎外相、朝日新聞に抗議 WTO 報道で。朝日新聞が昨日、政府説明、WTO 判断とカーリーと題した記事を掲載し、その中で、日本政府が第一審の判断を根拠に説明している、日本産食品の科学的な安全性は認められたとの記載が、第一審の判決文にあたる報告書にないことが分かったと報じました。これに対して河野外相は昨日、記者会見にて、 にに対ししし次のように抗議をいたしました我が国が適切な基準値の設定、モニタリングと適切な出荷制限管理により安全性を確保し、食品中の放射性摂取部の濃度が日本と韓国の基準値を下回ることを認めている。上級委員会の報告書には上訴されていないパネルによる事実関係の評価について意見を述べないことが明確に謳われている。 きちんとししたた報道をしてもらいたい。日本産食品の安全性に誤った疑念が想起されないよう、現にお願いしたい。パネルの報告書の文言を読んでもらえれば、日本産食品は科学的に安全であると、科学的な知識のある方は当然理解できるとなっておりまして、こちら、この WTO なんですが、第1審の裁判では、 データに基づいて審査を行い、第2審では第1審の判決を法律ののみで審査をし、最終的な判決を下します。こちら、は河野外相が説明している通り、日本産食品が安全だということは変わりありません。第1審の判決において、日本産食品は韓国の安全基準においても安全であると認定されております。 ただ WTO は第2審最終審にて、韓国政府も可能な限り安全な食品を輸入する権利があるとして、日本政府による対抗措置を認めなかったという事実はございますが、そういった中でも、この WTO の判決の内容ですね、朝日新聞がしっかりと理解できていれば、このような変更報道は行えないはずです。 この朝日新聞の読解力が相当ですね、下がってきていることが、今回の WTO の判決に関する変更報道でも明らかになりましたので、皆様、朝日新聞を購読しないようにしていただき、また企業の皆様は朝日新聞に広告を出さないようにお願いいたします。以上になります。 ご成長いただきありがとうございました。